かそういうこう地域の活性化とか、まあ今だと地域創生だとかなんだとかって、なんかそういう話からすると、まあ、小手先のなんか技術論とか、でもまあ、そうそうそう、なんかちょっとこう、そうそうそう飾りつけて、いやいやちゃんと考えてますよみたいになってるんですけど、なんかそういう話をしだすと途端に 何言っちゃってんのみたいな感じになるんですけど、そうそうそう、なんか違和感があったんですけど、そういう、そういう、うん、それで、ね、例えば彼なんか日本橋にね、うん、あのやっぱ地域開発にいろいろ関わってて、うん、美術について、美術をね、やっぱ展示会するとか、やるとかいう時に、結局、まあその 美学っていうのはね、うん、人の心を開くツールなんですよ。うん、だから要するに地域の一番の阻害要因は、政府の縦割りとか、うん、地域の人たちのこだわりとか、執着心とか、でそういうものをね、やっぱり話し合いながら彼らの心を開かせるためにどうするかってことなんだ。それはやっぱりできなければそんなね、いろんなこと言ったってね、皆さんね、イノベーションできない。なんか住民ファーストとかなんとか言いますけど、その人自身が変なこだわりとかね、こう執着を持ってたりするんだったら、それはちょっと別の形で、そうだね、だから、うん、だから飯田と村が結局10年間で何も変わらなかったのは、彼ら住民がやっぱりその物事って変えちゃいけないんだと、うん、だから今まで通りのことをしていかないといけないんだっていう、そういう地域の人たちそういう発想を持つんですよ、うん、だから人間誰でもそうだけど、その個人個人もそうだけど、自分は変えたくないって気持ちがあるんだよ、うん、イノベーションってもっと革新的な何かこう起こそうってことでしょ、うん、でそれはね、儒学の基本っていうのはね、西崎さんもそうだけど、彼はどっちかというと仏教だけど、要するにね、彼らが言ってるのはね、伝統文化ってそのままにしておいて、うん、その上で新しい発想を乗せていくっていうのが彼らの考え、うん、それは今まで の地域は地域の伝統文化ってのを大事にした上で新たな発想をそこに乗せていくっていうのが、うん、正しい考え、うん、それをね、なんか伝統文化、そういう古い色彩、例えば孔子がね、今まで羊を毎年生贄で殺してきたのをね、始皇がさ、それはまずいでしょうと、動物を殺すのは愛護習慣に反するでしょうって言ったら、何言ってんだと、トラディションの方が大事に決まってんだろうと後世言ったわけでね、それですよ。だから今までやってきたことをやってきた、日本人がね、戦後に失敗したのは伝統文化を消そうとしたわけですよ、いろいろね、アメリカ軍もそうだ、残さなきゃいけない、そこには人間の魂が入ってるから、そういう伝統文化を残した上でね、上で新たなことを乗せていく、美術もそうですよ。だからそこの人たちの生き様の中にね、新しい風をね入れていくっていうことがやっぱり大事ですよね。じゃあそれがなきゃ、やっぱりそういうイノベーションやろうって人は地域住民と噛み合うわけないし、入ってこない。だからそれはだから僕はだから、じゃあそれなんでさ、地域イノベーションの話俺ができるのかったらさ、それ何かっていうとさ、結局魂の勉強してきたからですよ、うん、ね、それなぜ飯田村って出てくるのかって、魂の勉強してきたから、いつもそういう視点で見てるから、そういう記事が出てきたら、あ、こういうことだなって言えるだけですよ、うん、それは例えばこういうふうないろんな先生、いろんな立派な方いるけどさ、そういう目線をやっぱりさ、教育の中から抹消してきちゃったから、たまたま俺がいろいろ外資系の会社にいてさ、不都合な現実を見てきてね、うん、日本人ってそんなになんかつまらない民族だったのっていうことをね、原点を僕は知ったからさ、それじゃないだろうって言うんで一般本を書いたの。だからそれが一般本を書いた結果として、あ、やっぱりそうじゃないなっていうのが分かったんでさ、それを広めていこうで、運の字がちっともその広がらないけど、でも昨日初めてそういうふうな桜チャンネルで出させてもいただいてね、自分の位置づけってことをきちんと皆さん認識してくれたから、でそれはそれでありがたいことですよね。だからこんな考え方で減るもんじゃないからさ、どんどんやっていけば、どんどん何回でもいろんな場所、この環境の話とかさ、中国の話とかさ、地域イノベーションの話とかさ、なんで毎日毎日違うテーマでもって議論できるんですかっていうのは、そういう しっかりしたね、ミッションとビジョン僕は持っていくからですよ、日本の国に対して。だそれをね、やっぱりどういうふうにさ、僕がその元気なうちにね、まあ、できればあと20年ぐらいやりたいけど、そういうのをどう浸透していくのか、その場その場にいろんな場合に出させていただいて、うん、自分の考え方の話をできればね、国家に貢献できるんじゃないですか、うん、だから松田先生なんかも国会議員になってほしいしさ、だから僕は彼はだから
昨日も議論してるよね、三島先生のところにやったらいいんじゃないのって話しましたけど、うん、